海好きなのに海洋恐怖症で生まれちゃって泣いちゃった。はい、てなわけで今回はこのサブノーチカベローゼロっていうゲームをやっていくんだけど、あのね、この前作のサブノーチカってゲームを2年前ぐらいに実況してたんだけど、めちゃめちゃ面白かったんだよね。あの、ざっくりネタバレすると、宇宙飛んでたら未知の惑星に不時着して、その未知の惑星が海の惑星だったんだよね。で、そっからまた帰らなきゃいけないんだ。でも帰れない。だからいろいろ漁るんだよね、海を。最初はもう水深10メートルぐらいしか行けないんだけど、徐々にいろいろ作っていって、最終的に水深1000メートルぐらいまで行けるようになって、なんだかんだわちゃわちゃして帰りますっていうのが1なんだけど、2はね、同じ舞台なんだけど、それ以外の情報は何も入れてきてない。まあこういうゲームって初見であればあるほど面白いからね。あとなんかね、怖くなさそうだよね。だってペンギンいるし、皇帝ペンギンおるし、これワンチャン地球だろ。This is the furthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. ああ、今作の主人公は自分から行くってこと？これなんで隕石と一緒に行ってんだ。え、なんか洋画のあれみたい。Surface temperature is drop pod deployed。あーって、これで帰れなくなっちゃったってこと？ようわからんな。なんだその足。お、めちゃめちゃ隕石撃っとるけど、え、これ海じゃねえし、これどうしたらいいんだ。どっか行くのか。あー、これか。あっ、温まってるのか、こうやってやってるから。食らう？あ、食らうわ。へえ、熱を発する植物だ。キモ。これゲージが、一番でかいのが体温で、ハートが体力、リンゴが食料、水が水分、 O2 が酸素か。オッケーオッケーオッケー。おう、もう早速海だ。おお、綺麗だ。全然怖くねえわ。めっちゃ綺麗。まあ、まだ地面がね、こう見えてるうちは怖くないんだよね。サブノーティカは、そこが見えなくなってからが本番だからな。まあ、ゴリゴリ酸素減るね。で、地上出て、回復して、また潜る。まあ、最初は多分、ずっとこれの繰り返しだろうな。で、これが、何、脱出ボットだっけ？拠点だ！ Found the drop pod. 透過ポット。ログと通信記録、お姉さんのこと。あ？ああ、はい、あったな、こういうやつ。これだ。お姉さんが亡くなったこと、心からお悔やみを申し上げ、ます。サムと親しくなったのは、なんとかなんとかのアルテラでの任務が終わる頃で、全焼基地ゼロの基地仲間として一緒になった時だったわ。サムはあなたのことをいつも親しげに話してた。はい、お姉さんの名前はサムね。アルテダがサムの死を本人の過失によるものと非難したことに私は納得してないの。私が知ってるサマンサ・アヨーって人は親切で賢くて仕事熱心で決して不注意ではなかった。あー、この惑星で死んだってことか。
私たちの本部だったのはデルタ基地よ。みんな大急ぎで出て行ったし、まだ情報が残ってるかもしれないわ。デルタ基地には大きな電波塔があるから簡単に見つかるはず。あなたが求める答えを見つけられることを祈っているわ。なるほど、お姉ちゃんの死について調べる話なのか。Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search.Hope that radio tower is easy to spot as Lil said. 道具と資源を集めた方がいい。はいはいはい。ファブリケーター。ああ、これマイクラでいう作業台だね。だファイバーメッシュはクリープバインのサンプルで作れて、シリコンゴムはクリープバインの種で作れますよと。まあ、まず、素材集めねえと、何にもできない。で、これがストレージ。オッケーオッケーオッケー。だ鉱石とかね、鉱石とかあった。イメージ強いな。これとか取れんじゃない？リボンプラント。エネルギー貯蔵に使用できる電解質を含んでる。なるほど、わからん。あ、あるわ。石灰岩を砕く。銅鉱石。これは使えるはずよ。これ銅だね。プラダフィッシュを捕まえる。やばい、酸素やばい。いけるか。あ、つかまえた。肝、なんだこれ。やべ、酸素やべ。あ、新たな設計図を作成しました。ろ過した水。浮き袋。あー、こいつ、水になる的なやつか。なんかいた気がすんな。お、こいつあれじゃん。さっきのペンギンじゃん。え、あ、これ襲ってきてる。え、なんか、なんかどついてくるけど、なんだこいつ。シーグライドの残骸。あー、これなんかスキャンとかしてこれ作れるようになるみたいな、そういう設定だったはず。お、これ目に見える魚は全部捕まえられるな。くそ、すぐ酸素切れになっちゃうな。2秒に3ぐらい減るのか、酸素が。これも鉱石だな。ちょっと深いね、ここ。石英、石灰岩でチタニウム。あー、なんかおるわ。変なのいる。いや、だからこれちょっとでも深く潜ったらもうこれもう酸素なくなっちゃってやってらんねえな。こいつなんだ。お、これ何これ。くさっ。あれ、え、俺のブーメランは。あ、俺逃がしちゃった、間違えて。あ、こいつ食った、俺のブーメラン。シーモンキーだって。これ魚食われる。え、くさ。オルテラスプライキャッシュニアバイ。え、お、緊急用の備蓄見つけたぞ。いや、深いな。ちょっと怖くなってきたね。最初全然怖くなかったけど。グリーンパインの種。なんかすげえいっぱいあるけど。潤滑剤。これだ、緊急用の備蓄。あ、ストーリーに関係するのこれだな。アルテラの PDA。救命キット。これ体力回復か。え、全然何これ。発煙筒か。水、これ取れる。あ、取れるわ。ビーコン。あー、これよく覚えてるわ。まあ、そこに置いておけばなんか遠くからでも分かるよって感じだ。だからこれ拠点がどこにあるか分かるけど、こんな感じで置いとけば確か分かるんだよね。え、なんかやばいのいる。お前大丈夫か。体に穴開いてるけど、お前大丈夫か。え、酸素を補給する。おお、タイタンフォールフィッシュ。すげえこいつ、酸素くれるんだ。いって、なんだ。あ、しかもやっぱ手に持ってる魚取られる。なんか取るやつがいるな。え、てか夜になってからすげえ怖くなったんだけど。あれか、
朝と夜の概念もあったか、このゲーム。何か食べる。あー、食べ物ゲージがあかんな。食べ物なんて、これ魚食うのか。おい、ちょ、何これ。クリープパインの種がありえんぐらい枠取ってるけど。あ、でもこれ H2O プラス10、 H2O 水でしょ。これ食うと水10回復するのか。なるほど。水分はじゃあこれで解決したか。おお、すごいすごいすごい。で、魚は満腹度プラス4、 H2O マイナス1。水マイナスになっちゃうんだ。しかも全然食料値回復しねえし、これあかんな。塩だって、塩。チタニウム。お、すごい、ここ宝石祭りだ。さあ、ただいまと。なんだ。But luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. 全然説明もなんもない単語使うやん、この人。録音された会話本当なんだって、サミー。シートラックで半日も過ごしてると変なものを見始めるんだ。破損でも増えたの。またシーモンキーの話。これサムってお姉ちゃんだよね。違うと思う。この惑星が呪われてる。カロリー摂取を推奨します。でも今それどころじゃないから、俺お姉さんのあれ見てるから。呪いなんてものはないわ。ああ、君の言うことは多分正しい。何でもないんだ。どうせこんなこと聞きたくないだろう。でも、巨大な生命体が氷の中で凍ってた。え、どこで？洞窟の中だ。君の研究室からそう遠くないところだよ。おかしいのはさ、僕がこのことを上に報告したらすぐにそのエリアが封鎖されたんだ。誰もそこに入ってほしくないみたいでね。でもどうして？サミー、僕は生物学者じゃないけど、あの生命体何か変だった。皮膚がおかしかった。椅子というか、惑星 4546B にエイリアン？そんな。僕は真剣なんだ、サミー。何かがおかしかったんだよ。君に見せたいけれど、僕はあそこに戻ることができない。あなたがダメでも私ならいけるかも。君が何考えてるのか知らないけど、こんな話はなかったことにしてくれよ。なるほど。消されたか、サム、もしかして。そう、このゲームはね、まあ、当然クリーチャーみたいのがいっぱいいるんだよ。その一匹なんだろうね、この氷の中で凍ってたみたいなやつは。そう、とりあえず何が作れるようになってるかだね。クリープバインの種でシリコンゴム。滑虫剤、潤滑剤か、石入れガラスとかいろいろ作れるけど、多分ね、これが個人用ツール、装備。はいはいはい、標準酸素ボンベ、フィン、コンパス、救命キット。あ、そういえばさっきゲットした救命キットってこれなんだ。体力回復だと思うけど。体力プラス50、消毒済みの水、水プラス35。はい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 。装備作んないと多分始まらないと思うんだよね。待って、シリコンゴム今作れたね。シリコンゴム、うわー、懐かしいこの感じ。で、フィン、泳ぐ速度を約 15% 増加させる。これめちゃめちゃ必須でしょ。で、酸素ボンベにチタニウムとファイバーメッシュ。ファイバーメッシュ、これか。クリープバインのサンプル。あー、わかんねえ。チュートリアル欲しいな、これ。シリコンゴムとチタニウムでサバイバルナイフ。もうナイフは必須でしょ。いろいろ殴って多分素材が手に入るはず。もうフィン装備してあるんだ。勝手に装備してあるわ。おお。早くなってるかどうかわかんねえな、これ。発煙筒使ってみよう。あー、夜とかめっちゃ便利そう。特定の捕食者の注意をそらす。はいはい。これ投げられるか？あ、投げられるわ。へー。あ、やべ、サザベ。まあ、食われそうになったら、あれを投げてそらせばいいってことかな。おお、ナイフの出し方かっこいいな。てか、初めてナイフ出すからか。はい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 。
このキノコとか取れねえか。ブルーアイズルーム。あー取れた取れた取れた。これ食料、食料だ。満腹度プラス8、水プラス3。これはでかいわ。なるほど、最初はキノコをあれにしてくんだね、食料にしてくんだね。グリープパイン、これでか。あーゲットしたわ、グリープパインのサンプル。おっ、なんだこいつ、え、かわいい。え、おお、俺のライフ、ちょっと待った。はこれ返してもらえる。あ、返してもらえるわ。え、なにこいつ、かわいい、かわいいけど物盗むんだ。クリーブバインのサンプルでファイバーメッシュを作ります。で、装備、標準酸素ボンベ、これで多分 O2 が伸びるのかな。40、え、リペアツールの設計図を作成しました。酸素ボンベアップグレード可能。なるほど。あ、これ食料、あ、ろ過した水、ブラダフィッシュ。あー、水分はこれか。なるほど、まあ、2個ぐらい作っておくか。で、焼きフープフィッシュ。あー、魚焼けるんだ。はいはいはい、塩漬けの食べ物。あー、さっきの塩は魚と一緒に焼くことで、焼くことによって食料になりますよと。焼きフープフィッシュ、え、満腹度プラス23、水3、めちゃめちゃ有能やん。ろ過した水、水プラス25。なるほど、まあ何か作んなきゃいけないな、とりあえず。どこ行けばいいかっていうか分かんないね、何にもチュートリアルがないから。そういうゲームだったか。リボンプラントと同鉱石でバッテリーを作って、そのバッテリーを、これだ、スキャナーで、このスキャナーね、さっきの、お、やっぱ必須アイテム臭いな。はい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 、あったね、こんなの。さっきのゴミみたいなやつをスキャンして、でそのスキャンしたものを作る。あったあった、これこれこれ、作れるようになるみたいな、そういうものだったはず。シーグライドの残骸。あ ?3 分の1。ああ、3つスキャンしないといけないんだ。あとこういう植物とかも全部スキャンできますよと。だ、図鑑に載ったりするんだよね。だ、そういうの見るのも楽しみだね、サブノーティカの。俺は見ないけど。おお、あ、いる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 、ペングリン、ペンギンのパチモンじゃん。いや、怖い、何こいつ、怖えんだけど。え、行っちゃった。おい、息子たち、お前ら母ちゃんに置いてかれてるぞ。あ、地面から生えてきたわ、さすがにね。さすがにやっぱ未知の惑星になるともう地面から生えてくるんだ。ペングリン、もうそれはペンギンなんよ。あー、こういう生物の図鑑面白いね。見た目ほど愛らしい性格ではない。くちばしの内側にある鋭い歯で敵や獲物を切り裂く。へー、でも襲ってこないね、肉食って書いてある割には。俺そんなにまずそうか。これで2つ目だ。いや、マジどこにあるかわかんねえから、普通に永遠にさまようしかないと思ったらあったわ、普通に。できた、シーグライド。シーグライド、スクリューを返してトルクを水中の推進力に変換する。これあれか、早く泳げるようになるやつじゃなかったっけ確か。バッテリー、潤滑剤、銅線。ああ、銅線作れるな、銅2つ。バッテリー、リボンプラントと銅鉱石で、あとなんだっけ。あー、これか、クリープパインのだね。あー、よかったよかった、手持ちであるもんで作れたわ。あー、
is a personal transportation device used for high speed free diving. Contains a built-in light and map. いや、でかいな、これ。ここら辺につけて。あー、覚えてる、これ。なんかこれ、マップ邪魔やな。あー、すげえ。探索の場めっちゃ広がるね。で、ライト。おお、なるほどねー。これは便利だ。で、どうすんの？これ。で、どうす、何すればいいんだ？ひたすら探索するしかないのか、自分で。とりあえずなんか、絶対に今必要だろうっていう装備は作ったからな。なんかこの、ストレージに全部、今必要ないものはしまっちゃって、あさり行ってみるか。わー、ちょっと深くなってきた。なんだこれ。敵か？オキシプラント。酸素を補給する？めちゃめちゃ味方やん。まあ、うすうす気づいてましたけどね。で、スキャンもしていくと。俺は植物コレクターだ。あー、いいね、いいね。サブノーティカらしくなってきたね。あー、なんだ？サイレン？ That sounds like a distress call. 遭難信号？ Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. 水深約200メートル？ 200メートルはちょっと無理だね。酸素が足りなすぎる。今どのくらいまで行けるか試してみるか。ここでだったってことはここの近くってことでしょ。あ、100メートルぐらいなら全然行けるな。なんかある。酸素効率が低下する。ベイの残骸、これも3つか。酸素効率、酸素がより減るってことか。これなんだ。テーブルコーラル。おう、テーブルコーラルのサンプル。浅瀬にはなかったから、多分回収しといた方がいいね。チタニウムか。めちゃめちゃ回転するやん。100メートルまでは来れた。100メートルまで浅れるね。ただ、これ以上はちょっと、やばいかな。この酸素野郎がいっぱいいてくれれば、どうにかなるけど。なんかやばい鳴き声するよ。しかも酸素30しか回復してねえのか。あー、なんか変なのいる。なんだこいつは。鳴き声の主じゃないよな。あー、こいつ絶対肉食や。その前に、スキャンする前に、酸素回復しよう。夕焼け怖っ。なんかサメっぽい。サメでもあるし、エイでもあるな。ブルートシャーク、サメだわ。気づかれてないだけ襲ってくる。いや、これ見た目がだって悪だもんこいつ。見た目が悪。どうだ、試そうお前の正義を。あー、やっぱ襲ってくるわ。どんぐらいダメージ受けるか試してみよう。うわ、めちゃめちゃ食らうやん。6発ぐらいで俺死亡か、これ。え、待って、なんか光ってるものが見える。あれか、200メートルって。いや、場所が分かってさえいれば、一直線で行けるから、多分行けるわ。ただ、その前に、ブルートシャーク。一般的に見られる、サメに似た知能の低い捕食者。ゆっくりと動き、小型の魚に情報から奇襲をかける。評価。軽微な脅威。まあ、知能が低いから、大したことはないですよ、と。あれ、さっきの光ってるとこどこだっけ？最悪。見失ったんだけど。あったあったあった、あれだ。いやー、時間がなさすぎる。しかも 200m じゃないな。おお、なんだ、リブレーザー。はい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 。ライトスティックの残骸。ちょっと、もうダメだ。今来るべき場所じゃないわ、これ。あー、これは無理かも。
ライトスティック。何このライトセーバー。うわあ、ダメかこれ。セーフ。ああセーフだ。危ねえ。意外とガバいな。リブレーザー。深海潜水時の酸素を節約する。CO2 を吸収して呼吸可能な空気の生成に再利用する。え？まあ、簡単に言うと酸素持ちが良くなるってことか。配線キットってなんや？これか。銀鉱石？いや、銀はまだ見つけてないね。何したらいいんだ本当に本当に何をしたらいいかわからん。ああ、また変なのいるよ。こいつもちょっと襲ってきそうだな。見た目えぐいことになってるもん。アークティックレイ。どうだ？お？害はなさそうだね。大型に草食動物だって。エイの一種。評価無害。あーで、あれだ。あーあ、俺のスキャン。おい、モンキー。なんだこいつ、害悪野郎だな。可愛いけどね。で、あれだ、レシピゲットしてるものをスキャンするとチタニウムがゲットできるんだね。今俺が喋ってるのなんでお前そうやってかぶせてくるん。実況者殺しか、お前。ほら、下にも2個になった。Who or what is out here calling for help? Didn't sound human. 人間の声には聞こえなかった。Maybe it's from a remnant of architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out.なるほど。なんか本当に何だろう、チュートリアルされてない単語使うのやめてもらってもいいですか。あー、ロッカー。そうだそうだ、あれだわ。今このストレージまだ全然使ってないからいいけど、ストレージが満杯になっちゃったらあれだから、ロッカーを置かなきゃいけないよと。ほい。うん、でこれでしまえますよと。なんかちっちゃくねえこれ。え、チタニウム4つも使うのにこんなちっちゃいの。勘弁してくれよ。テーブルコーラルのサンプル、コンピューター製造用の貴金属をわずかに含む。すご、ただの貝なのに。すごい、すごいな。遠目で見ると可愛いんだけどな。え、ペングリンを入手する。おお、ゲットできた。ああ、子供取ったから。あ、子供取ったからだ。よし、こいつ焼いて食うぞ。あ、ないわ、食料なんないわ。よし、じゃあ君、君、君なんだこれ。何のために捕まえられんだ。住むかお前。え、話す。なんかようわからんけど、お前もう巣に帰れ。どうすっか。ちょっとマジ、右も左もわかんないから、ここにビーコンを置いて、ここをもう勝手に北と名付けよう。そうすればほら、こうやってわかるじゃん。ここを軸として、まあ、東南西と調べることができますよと。まずは北の奥から調べるか。んー、見たことないやつが2匹いるな。お、ゲットできた。えー、なんか暴れてる。え、逃げられちゃった。おお、食ってる食っとる。え、わー、凍らされた。あ、溶けた。あ、なるほど、こいつ凍らしてくるってことか。ちょっと待った、オッケー、俺図鑑ガチ勢だからさ。これ何、未知の卵。はい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 、このゲームね、なんか水槽みたいの
作れるんだよ確か。でそこで買える卵だと思うんだけど、なんか気持ち悪いから捨ててこう。これこいつだ、ブラインウィング、肉食動物だって。華冷却された塩水を吹きつけ、離れた位置から獲物を効率化することで知られる中型の捕食者。このサイズで中型なんだ。すげえこいつの説明長いけど。評価、袋の膨らみに注意。あー、袋が膨らんだら凍らしてくるのか。オッケーオッケーオッケー。うわー、夜になった瞬間全然見えねえな。おい、こいつ光ってるから安心するな。フロストアネモネの中心部を入手する。あ、中心部ってゲットできるものなんだ。俺言葉だけかと思って、中心部って何に使うんだろう。でかい、もうでかくないわ。あ、飯だ、食べられる。イソギンチャク、満腹度プラス10、水20、グー有能じゃねえかよ。最強の食物ゲットしたわ。何？なんだ？あ、こいつか。さっき捕まえたけど逃げたやつだ。こいつ攻撃してくんのかよ。でも全然 HP 減ないね。おー、なんかあるぞ。グラブトラップの残骸、知らない子だな。これは2個か。 OKOKOK。 いやー、なんだこれ、キモ。まあ未知の卵かも。卵はいいな。銀鉱石ないよ、銀鉱石が。暗くて見えねえし。いやー、行くか。 60m。 お、いや違うな、これ何、ケルプルートの海。やばいな、これ。なんだ、うわ、出たこいつ。あー、そうだよな、爆発するやつだ、懐かしい。お、携帯から携帯型乗り物作成ベイ2個目だ。 OKOKOK。 いや銀ないか。銀、この洞窟っぽいところに銀ありそう。チタニウム、こういうのから。あー、インメントに真っ赤になっちゃった。一旦帰るか。おい、銀ねえってばよ。ケルプルートの藻か、これ。海藻洞窟で見つかる汎用性の高い化合物を使用してる。ただなんか新しいレシピには、レシピは出てないんだよね。なんかキーアイテム他のやつなんだろうな。あ、なんか人工物みたいなのある。来た来た来た、これか。あ、ペンギンも出迎えてくれとるわ。これか。おお、鉱物探知機の残骸。おお、新しいレシピ、机。なんだこれ、ドゥン。鉱物探知機器、需要アイテムか。発煙筒、栄養ブロック、これ食いもんだろ。満腹度プラス75、めちゃめちゃ強いやんけ。いやー、でもこれだけだわ。いやー、地上こうやって見んの怖いんだよね。これ下からなんか来るんじゃないかっていう。これこういう海洋恐怖症あるあるだと思うんだけど、このぐらいならね、まだ下見えるから大丈夫なんだけど、これね、この角度めちゃくちゃ怖いんだよね。あ、なんか一応地上あるぞ。ここだったりしないか。え、なんだこれ。オルテラビーコンシグネチャーディテクテッド、ユニークアイデンティファイア、デルタステーションドック。デルタステーション、 This is the place Lil mentioned in a message。 あー、お、来たじゃん、来た来た来た、ここ。あー、そこだ、デルタ基地のドック。で、それなりなんか、うわ、下入んの怖っ。あー、なるほど。あっ、うわ、お前か。お前小さいのに鳴き声でかいな。クリプトスクスの恐竜みたいでかっこいい。あー、まあ肉食だよな。おお、肉食じゃないわけないもん、この見た目で。顔が肉食なんだから。
またサメか。サメに似た大型の獣で薄く骨張ったプレートが重なった甲羅によって簡単に識別可能である。はいはい、評価避けるべきだがいざとなれば対処可能。ついたついた、ここだ。ゴリゴリの地上や。これ持って帰れる？持って帰れる。地上にさせるんだ。あー、来た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 。これかストーリー。他になんかもっといいもんないか。コーヒー自販機、まあいらないけど一応スキャンしとこうね。無駄に時間かかるし、そんなに重要なのか。ゴミ箱、これいらないもの処理できるのかな。ベンチ、家まだ作れないのに。消毒済みの水ナイス。投稿証明、家の周り暗いからこういうのつけるのありってことなのかな。うわ、なんかくっそキモいのいる。近づきたくな。うわ、なになに、なんの音だ、びっくりした。今敏感になってるからこいつのせいで。ロックパンチャー、あ、貴銀行だって。あ、銀鉱石出た。ロックパンチャー、パンチしてくんだろうな。あー、なんかすごいことになってる。小さな虫を食べる大きな甲殻類で、その強力な腕で餌をサンゴや岩礁から掘り出す。回避または餌を与えて注意をそらすことが必要。あ、こいつ敵じゃん普通に。 OK、 敵って分かって近づくのと敵かどうか分かんなくて近づくのじゃね、運命の差だからな。殴られるって分かって近づくならそんな怖くない。待って、なんか見たことないやつある。Rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. 下方に鉱物。へえ、ここ鉱物がいいとこなのか。ああ、金だ。え、何？サンゴがびっくりした。うわあ！ちょ、怖い。びっくりした。ノーモーションなんだもん、ノーモーション。地上がまだ続いてるね。まあ、あそこか。電波塔に行くことが目的なんだな。ちょっと待って、ね、最後にあれだけ見よっか。さっきの通信記録。これだ。エマニュエル。フレッド、君を責めているわけではないんだが、失ったとはどういうことだ？どこへ行ったというんだ？ディープツスティブリッジでトラブルにあってモジュールを投棄したということか？はい、モジュールを外すしかなくて、それで後から取りに戻ったらどういうわけかなくなってたんです。そして君は誰かが盗んだと考えているんだね。あるいは何かがです。決して僕がなくしたわけではありません。いつも道具の扱いには気をつけてますから。そうだろうが、シートラックの事故が多いことは認めざるを得ないだろう。それなりに高価なものだから困るんだよ。明日僕の仕事に一緒についてきませんか？どんな感じか見てみてくださいよ。想像以上に過酷な環境ですよ。基地の中からでは理解できないでしょうけども。その必要はないよ。手間をかけさせたね。事故だと書いておくよ。サムはここには出てこないね。よし、じゃあ次回この奥を探索するところから行こうか。さらば。